はい、皆さんこんにちは、浦方です。さあ今日は B2i シューターのちょっと詳細をね、B2i の取り付け方、先端から入れてもらって、逆ネジなんで、時計回りと逆ですね、逆時計回りでこう締めていくと一応取れなくなります。で、これどうやって B2i を反応させてるかということで、ちょっと見ていただこうと思うんですが、ここね、先端ちょっと外してもらうと見えるかな。こう、これがこうトリガーと連動して、この突起が B2i の中側に入っていくと一応センサーが動いて反応するという仕組みになってます。もう棒はね、1センチぐらい、突起があるだけですね。でこれ引きっぱなしにすると出っ放しで、離すと戻るという形です。